マーシーはアメリカ海軍の病院船、コンフォート級病院船の一席。その名を持つ艦としては2隻目。マーシーは海事委任契約の元1943年2月4日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール車で寄港した。1943年3月25日に海軍に移管され、同日ドリスエムやった注意によって命名、浸水した。 その後カリフォルニア州サンペドロのロサンゼルス、シップビルディングドライドック社で病院船に転換。1944年8月7日に艦長トーマスエースリング大佐の指揮下収益した。8月17日からの成長の後、マーシーは陸軍の第214病院船班スタッフを上官させ、第5艦隊及び第7艦隊と共に活動するよう命じられた。 8月31日に南太平洋に向けてサンペドロを出港し、新珠湾及びエニウェト区干渉を訪問した後10月14日にニューギニア島のホーランジアに到着した。5日後10月20日のレーテ登場陸に備えてフィリピンに向けて出港し、10月25日の朝にレーテ湾に到着、レーテ沖海戦の支援を行った。マーシーは同日遅く、 サンペドロ湾へ移動し、約400名の負傷兵を上官させ始めた。その多くは上陸用州廷からの上陸部隊であった。10月26日にアドミラルティ諸島に向けて出港、パラオ・カロリン諸島を経由して、マヌス島に到着、負傷兵を基地の病院に入院させた。続く5ヶ月間にわたってマーシーは、レーテ島、マヌス島、または、 ホーランジアからの7度の巡航を完了した。マーシーはまた1945年初めにニューギニア島から第3野戦病院をフィリピンのタクロバンへ搬送した。3月19日、マーシーはうるしい干渉で第5艦隊に加わり、4月1日に上陸を始めた沖縄戦の支援に参加した。沖縄には4月19日の朝に両艦のソレースと共に到着。 ハグシビーチに4日間停泊し、空襲及び特攻機の攻撃の脅威にもかかわらず、負傷兵を手当てした。4月23日にサイパンに向けて出港し、その後沖縄への2度の航海を行い、5月24日にサイパンに帰還した。その後レーケ島及びマニラから美役島へ負傷兵の搬送を2度行い、6月23日にマニラに帰還。 二ヶ月間のステーション任務に従事した。8月19日、韓国占領軍に命じられた第227野戦病院を上官させ、3日後、韓国に向けて出港。沖縄を経由して9月9日に、新川に到着した。10月19日、マーシーは出港し、マニラを経由して11月14日に、サンペドロに到着した。1946年2月4日に、 中央太平洋に向けて出港し、2月12日に新珠湾に到着、4月2日まで任務に従事した後、カリフォルニアに帰還した。マーシーは5月17日にサンフランシスコで退役し、同日陸軍省へ送られた。6月20日に陸軍へ移管され、再び病院船として使用された。1946年9月25日にマーシーは除籍された。マーシーは 第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。